問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。1番 1> 女の子が 話しています。毎日一番先に片付けなければならないのはどれですか私、今年で7歳です。まだ小さいですが、自分ができることは自分でやることにしました。例えば、靴下を洗ったり、ご飯を食べてからお椀やお皿を台所へ持って行ったり、毎朝、 起きてから布団をたたんで押し入れに入れるのも自分でやるのですよ。時々お母さんのために買い物をしますが、みんな千円以下のものばかりです。毎日一番先に片付けるのはどれですか 2番 2> 病院の先生と男の人が話しています。男の人は退院してからどうしますか先生、おかげさまで今日退院です。長い間お世話になりました。おめでとう。よく頑張りましたね。足ですがだいぶ良くなっていますから、もう外を歩いてもいいですよ。毎日少しずつ。 決して急ぐことはありませんよ。ゆっくり少しずつですよ。わかりました。ありがとうございます。男の人は退院してからどうしますか 3番。男の人が話しています。この人は仕事の時、いつもどんな乗り物を使っていますか私は会社の運転手で、毎日大きな車に乗って、会社の荷物を海のそばへ送ります。それから他の人が荷物を船に乗せます。私はいつも電車に乗って会社に行きます。 休みの日に時々、家内と一緒に緑の多いところへ遊びに行きます。その時は私ではなく、家内が運転します。子供たちはお父さんやお母さんと一緒に出かけたくないと言って、大抵自転車に乗って自分の好きなところに行きます。 この人は仕事の時いつもどんな乗り物を使っていますか？四番。男の人と女の人が話しています。 男の人は傘をどうしますか今日は傘を持って行ってくださいよ。会社に一本置いてあるから帰りは大丈夫だよ。でも午前中に降ると言っていますよ。また風邪をひいても知りませんよ。大きいのは電車が混むから邪魔なんだよ。小さくなるのがあるでしょあれ持って行ってください。わかったよ。 男の人は傘をどうしますか？五番。男の人と女の人が話しています。娘さんは。 今日のお昼に何を食べましたか今日のお昼です。ねえあなた、最近、きこよく食べると思わないああ。昨日の朝、ミルク一本と、卵二個と、サンドイッチ三つも。前は、ご飯一杯ぐらいしか食べなかったのにね。今朝、学校に行くとき、弁当箱を開けて、これだけじゃ足りないわって言ったわ。 いっぱい詰めてやったのにそりゃいいんじゃないもう15歳なんだからそりゃそうだけどこうたくさん食べていたらすぐ太っちゃうわよ娘さんは今日のお昼に何を食べましたか今日のお昼です 6番。男の人と女の人が話しています。1万円札は何枚ありますか ?1 万円札です。兄ちゃんはお金持ちねへ,へへへ。何枚あるの ?1 枚、2枚、3枚。全部で15枚。これみんな1万円の違うよ。中には5000円のと、 1,000円のもあるよ。ほら、これ。5,000円が3枚。1,000円が2枚。あこの札も1万円じゃなくて5,000円だ。1万円札は何枚ありますか ?1 万円札です。 7番。男の人と女の人が話しています。パーティーの受付は誰がしますか来週の受付、誰に頼もうか。元気な島田がいいかな。でも、島田さん出られないそうよ。そうか。じゃあ、真面目な佐藤さんかな。彼女入院しているらしいの。じゃあ、君、やってくれないか 私よりあなたよ。僕でも構わないかな。構わないわよ。頼むわ。パーティーの受付は誰がしますか 8番。男の人と女の人が話しています。女の人が着ているセーターはいくらですか綺麗なセーターを着ているね。ありがとう。安くなっていたから買ったの。普通は1万8000円はする品物なの。6万円のコートも半分の値段で買えるそうよ。それはこれからママに買ってもらうわ。 女の人が着ているセーターはいくらですか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。 1番、「男の人と女の人が話しています。どうして温泉旅行にしませんでしたか?」。 ただいま。おおお帰り。どこへ行っていたの旅行者へ行ってきたんです。ああ、明日の社員旅行のことだったね。ええ。ねえ、今度の社員旅行、どこにしましょうか。案内書をもらってきたんですけど。そうだなあ。やっぱり、ゴルフ場のあるところがいいな。ゴルフですか。それより、温泉はどうでしょうか。ほら、ここ。 大きな露天風呂がありますよ。うん。でも、去年も温泉だったよね。もう、いいんじゃないかな。そうですね。じゃあ、えー、っと。あ、ここならホテルでテニスもできるし、泳ぐところもありますね。うん。面白い考えだね。今回はみんなスポーツをやりたいと言っているんだからね。それに、僕はテニスも好きだし。じゃあ、ちょっと電話して。 予約取れるかどうか聞いてみますねあっちょっと待ってもし雨だったらどうするのそうですねホテルを予約するより先に天気予報を聞いてみましょうどうして温泉旅行にしませんでしたか 2番。男の人と女の人が話しています。男の人は課長に何と言われましたか きょうねかちょうに「かいしゃやめたい」っていったんだよ。そうしたらね「きみはうちのかいしゃになくてはならないにんげんだ」っていわれたんだよ。でのこることにしたのやっぱりやめようかなと思っているおとこのひとはかちょうになんといわれましたか 3番男の人と女の人が話しています。部屋はどうなりましたか あら、このドア変ねえ。ちゃんと閉めて出たはずなんだけど。僕はカーテンも窓もちゃんと閉めておいたよ。あなた見てよ。机の引き出し落ちてる。おや僕のパソコンはし、静かに。寝室から変な音がしたわよ。部屋はどうなりましたか 4番、男の人と女の人が話しています。男の人の生活で変わらなかったのは何ですか変わらなかったことです。 久しぶりですねおかわりありませんか今年、引っ越ししましてね。まあそうでしたか。去年、子供が生まれましたよ。ああそれで引っ越ししたんですか。それもありますけど車を買いましてね。郊外から会社に通えるようになったんですよ。男の人の人 変わらなかったのは何ですか変わらなかったことです五番男の人と女の人が話しています アスカちゃんはどの子ですかあれアスカちゃんが遊んでいる。 アスカちゃん吉田さんところのアスカちゃんどの子今降りる子あの子じゃなくて、ほら、ちょうど真ん中ぐらいのところを降りている子だよ。ああ、あの子、かわいい子ね。アスカちゃんはどの子ですか 6番男の人と女の人が話しています。男の人はいつ本を返しますか いつ図書館の本返すの明日まででしょう。まだ3時だから今日でもいいのよ今日はこれからバイトがあるんだ明日も午後から授業とバイトがあるし午前中は空いているんじゃないのそうか、そうしよう男の人はいつ本を返しますか 7番。男の子が木を見ながら話しています。今、この木には小鳥が何羽いますか今です。 この前の木に小鳥がたくさん集まっているよ。1、2、3、4。1羽もいるよ。葉の後ろの見えないところにも4羽いるよ。あ、また6羽飛んできたよ。これで20羽だよ。あ、とても大きな鳥が1羽来たよ。あ、小鳥はみんな逃げ出したよ。でも、葉の後ろにいるのは逃げないよ。 今、この木には、小鳥が何羽いますか今です。 問題3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から一番いいものを一つ選んでください。1>, 1番 人に道を聞きたいです。何と言いますか 1>, ?1. 失礼ですが、駅はどう行ったらいいですか ?2. 失礼しました。私が行くところは駅です。3. 失礼するかもしれないが、道を教えてください。 2>, 2番、お客がこれから帰ります。何と言いますか ?1、行ってらっしゃい。2、またいらっしゃい。3、お帰りなさい。 3番、試験でいい成績が取れました。先生に何と言いますか ?1, 1.、先生、ごめんなさい。2、先生、お邪魔します。3、先生、おかげさまで。 4番。先生に聞きたいことがあります。何と言いますか ?1, 1.。先生、ここを分かれば教えてください。2。先生ですからわからないところがないでしょうね。3。先生、ちょっとわからないところがあるんですが。 5番、人に頼むことがあります。何と言いますか ?1、ちょっとお願いがあるんですが、今いいでしょうか ?2、頼むことがありますから、今は大丈夫ですね ?3、これからお願いします。私の話を聞いてください。 問題4問題4では絵などがありません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。1>, 1番 どうして電子辞書持ってこなかったの ?1、昨日釣りに取られちゃったの。2、昨日釣りに取らせちゃったの。3、昨日釣りに取ってあげちゃったの。 2番、2> バスがなかなか来ませんね。1>, 1、そうですよ、そうしましょう。2、そうですか、どうでしたか ?3、そうですね、どうしましょう。 3番。すみませんが、荷物をここにしばらく置かせていただけませんか 1>, ?1、ええ、いいですよ。どうぞ。2、ええ、いただけませんよ。3、いいえ、その方がよろしいです。 4番。借りたお金を返そうと思っていたところですが。1>, 1。はい、返してくれて嬉しかったです。2。そう急がなくてもいいですよ。3。確か貸してあげたと思いますけど。 5番、体の調子が悪いので休ませていただけませんか 1>, ?1、どこが悪いか医者に行ったらいいじゃない。2、無理にすれば病気になるかもしれない。3、はい、いいですよ。気をつけてください。 6番すみません、山田さんはいらっしゃいますか 1>, ?1、山田は今、出かけております。2、いいえ、山田は出かけません。3、山田はうちの社員ですよ。 7番、僕がお客様を車で駅まで送りましょう。1、そんなこと頼まないよ。2、そうじゃあ頼むよ。3、うん、心配いらないよ。 8番。じゃあ、今度のパーティーは、今週の金曜日にしましょう。1>, 1、どうぞ、その日を待っていてください。2、さあ、何曜日か、私にもわかりません。3、金曜日ですね。はい、わかりました。